はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日は無課金デュエリスト救済していきたいというふうに思っておりまして、本日のデッキなんですが、超絶無課金メイン一周縛りムーンライトサイバーダークというね、ご紹介していきたいと。こちらのデッキを、これどういうデッキかっていうと、今まで無課金用のデッキっていうのは、まあ、大体大きく分けて3種だったんですよね。あの鳥獣武者、そしてムーンライト、そしてサイバーダークという、まあ、この3種類、まあ、ちょっと僕もどっかで動画出しましたけども、あの3種類の中の2つをですねガッチャンコしまして、合体させたらなんかちょっと強くなったっていう、まあ、そういうデッキなんですけども、このデッキ組んでいただくのにあたりまして、まあ、必要なジェムとかってめっちゃ少ないんですよ。まずですね、ムーンライトモンスターっていうのはメインボックスで、手に入るんですけども、ジャッジメントフォースっていうね、ジャッジメントフォース SR 一応今回一周縛りにメインボックス一周縛りにしてますんで、こいつが2枚あればいいと。で2枚あるとどうしてもこのモンスターって効果で墓地を加えると融合を持ってこれるんで、ムーンライトフュージョンっていう、これがちょっと足りないんですけども、それをどうやって補っていくかっていうと、このサイバーダークエッジとサイバーダークカノン、このサイバーダークエッジとサイバーダークカノンは戦闘を行う場合、カノンの効果でデッキからなんか、モンスターをね墓地に送ることができるんですよ。この丸2番の効果、まあ、オロマにすると、ダメージ計算値というかにね、で、ここで例えば、イエローマーテンをデッキから墓地に送れば融合をサーチできるだし、クリモゾンフォックス赤いキツネを送れば相手の攻撃力をゼロにできると。だからこれねシナジーやっぱあるんですよね、ここのここのギミックは。でじゃあこのサイバーダークエッジとサイバーダークカノンとクリボー、これどうやってゲットするのと。これね、遊戯王デュエルリンクスって SR チケットめちゃくちゃくれるんですよ、始めると。なんで、そこの SR チケットを使ってこれ全部ゲットしてもらえれば、これタダなんでほとんど。なんで、まあ、メインボックスをね頑張ってジェム使って一周すれば、一周っていうか、まあイエローマーテン2枚出ればいいから、イエローマーテン2枚出て、ここのサーベルダンサー2枚出ればまあおしまいなんだけども、まあ、ここを4枚集めていただければ、まあ、簡単に決めると、まあ、超簡単お手軽作成ということですね。はい。でエクシーズモンスターに関してはこれ持ってない人はもう入れなくてもいいです。なんなら俺もランク戦ちょっとこれで回してみましたけども、使わんわ、あんまり使わない、まあたまに使いますけど、まあ、なくても多分なんとかなるっていうレベルなんで、だからこれなくてもいいです、最悪。なんでここ集まればもうここだけでいいです。はい。でフリボールとか あとベイルとかバーニングアクターベイル持ってる人はそっち入れてください。クリボーじゃなくてベイル持ってるんだったらベイル入れてほしいし、クリボールとか持ってるんだったらクリボールの方がいいと思います。ここはこう無課金仕様なんで、クリボーがめっちゃチケットでゲットできるからクリボーにしてんだけど、ここはなんかベイルとかクリボール持ってる人はそっちの方がいいと思います。はい。早速ですね、このスーパー無課金仕様、これなんでこのデッキ作ったかっていうと、やっぱね最近ね新しくデュエルリンクスを始めるっていう声がもうほぼないんですよ。このゲーム不親切すぎてデッキ作るのめっちゃ大変だし、リミットが早すぎてついていけるのもめっちゃ大変だし、なんかそのカード生成機能もないしということで、なんかもう新しい人が入ってこずに辞める人めっちゃ多いみたいな感じになっちゃってるんで、この現状を打破したい、そんな気持ちで作りました。ぜひですね、対戦ご覧いただきたいと思っております。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、正眼ね、多分ブルーアイズデッキがね、いかにして選んで破壊をさせないかですね。あと進化した最強ドラゴンだからな、結構ムーンライトってもともとは強かったんですよ、ブルーアイズとか ブラックマジシャンに。なんでかっていうと、サーベルタイガだっけ、サーベルダンサだっけ、あいつの対象に取れない打点3000、なんだろうな、3600くらいの効果が強いのっていうのが強かったんで、結構ね相性があったんですけど、なんか最近なんかエネアードと かツインバーストとか入ってるんで、対象に取らん除去がね増えてきたんですよね。それがめっちゃ辛くて、だからツインバーストとかを処するためにはエクシーズモンスターとかがねないといけないんですよね。ちょっとでもワンパンすればいいですけどね、あっちで
あの連打できるモンスターがこう出すか分かんないですけど、このデュエルで連打できるモンスターでエンドフェイズ OK、 連打できるモンスターでぶん殴っていけばいいっていう話はありますけどね。で白き霊竜の方か、いやー霊竜か、まあ性がいいんだろうな多分これ。あでもムーンライトフュージョン来た、これでかい。本当はねクリボールの方が多分強いと思うんですけどね、モンスター守れるんで。だからクリボールよりからはクリボール持ってる人はクリボールあった方がいいと思う。いやーこれうーんエネヤードが辛いんだよな、とにかくエネヤードが辛い。まあ、こことこれとこれですね。でこうしてもう一回融合持ってきておいた方がいいよね。でサーベルタイガ出して、でイエローマーテン効果発動、さらにチェーンし、クリモゾンフォックスの効果発動。こうしてで墓地の、赤効果無効ね、了解。赤は効果無効、赤効果無効をで黄色通るでムーラーディフュージョン持ってくる。でどっちでも一緒だな、これ出しとくか、出してでモンスター増やしとくか、モンスター増やしておこう。クリムゾンフォックス出しといて、でこれで全部処理しないといけないパターンにしといて、でこれは赤戻しといた方がいいかな、赤戻しといた方がいいな、赤戻して、で黄色特殊召喚、これで一応次のターンも結構融合できると思うんですよね。まあこっちぶん投げるしかねえかな。攻撃だ、オルタナいるんでね、墓地から除外されるんですけど、でスピリットドラゴン効果発動して、銀竜が出てくるけど、まあ、銀竜はぶん殴れると。で銀竜はモンスター増やされちゃうんで、銀竜は普通に殴りますと、まあ、これが一番最適化なんじゃないかなと思いますね。でオルタナ回収されて、オルタナで出てきて、オルタナでなんか破壊される。でまあ、Nヤード出てきて、Nヤード処理されるけど、返しのターンで融合をもう一回できればワンチャンあると思います、多分。これ多分ね、なんとかできると思うね。これはね、遊戯王してるね。これ遊戯王してますよ。さあ、ホワイトオブエンシェント効果、オルタナティブを回収と。で、オルタナティブは、手札のブルーアイズを出す、見せると、特殊召喚できるんで、これで、まあそうだね、で出てくると。一体効果で処理される。一体効果で処理されて、はい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 、いいですよ、 OK です。で伊達上がった、でエネヤード来て、でエネヤードで選んで破壊されて、返しのターンエネヤードをぶん殴ればいいのか。エネヤードを2402連打すればいいから、多分返してると思うね、これデッキトップ何でも多分大丈夫。白木出るよ、 OK 白木出るよ。あーツインバーストのかな、ツインバーストの方、フィールド上には今ブルーアイズホワイトドラゴンとブルーアイズホワイトドラゴンとして扱うオルタラがいるんで、これでなるほどですね、ツインバースト OK。 蚊がいたわ、やばい、もう蚊がいる季節か、ちょっと今忙しいんだ、やめろ、近くに来んな、あ今倒したかな、ちょまあいいや、ツインバースト、いやツインバーストきつい、ツインバーストはきついけど、なんだかんだなんとかなる。クリボーいるし死なねえし、まあ多分まあツインバーストでね、この2体をぶん殴ってくるっていうことだと思うんですよ。で相手のハンド的にはこれ何があるんだろうな、現れろ、特殊召喚レビー鬼屋さん、鬼屋さんきっつ、これであれか、光属性特殊召喚してモンスター効果発動、オルタラ特殊召喚して、オルタラ効果もう一回使えるのか、強っ、特殊召喚、あそっちなんだ、なるほどね、そっちパターン、それも鬱陶しいな、それも鬱陶しいな、それ鬱陶しいな、はい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 、なるほどね、これいいよ、それ受けるか、受けよ、2200ダメージ受けた、ターンエンドだ、お前の懐にある勝利、
じゃあですね、スプリットドラゴン、うわクソ、あ、おお、サイバーダッカロン来た。サイバーダッカロンの効果は発動すべきか。こっちと待ってね。カノン効果使って、でサイバーダッケッチ持ってくるの確定。で、融合打って赤いるから墓地効果止められるんでしょ。墓地効果止められるから。これフュージョンして赤2枚落としたんじゃん。これ赤2枚落としていいんじゃん。これでいいんじゃん。こちらなんか1個止められても1個止まんないでしょこれ。さあ、ムーンライトキャットダンサーを融合召喚、そしてムーンライトクルーゾンフォックスの効果発動、お前の打点をゼロにしていくぜ。そしてムーンライトクリムゾンフォックスの効果発動、お前の打点もゼロにしていくぜ。さあスピリットドラゴンよ、貴様墓地の効果は止められるらしいが2枚は止められないだろう。クリムゾンフォックス重ねかけクリムゾンフォックスだ、ぶちかませ。よし、そしてサイバーダークエッジを召喚、サイバーダークエッジの効果でサイバーダークカノンを装備、そのツインバーストは戦闘では破壊されないらしいな。くらえ、これがサイバーダークムーンライトデッキだぜ。サイバーダークからの効果も発動するぜ。これによって緑も墓地を食って緑の効果も発動してやるぜ。攻撃表示は甘えだっつったろ、サイバー聞いてるか。攻撃表示出した時点でお前の負けは確定していた。さあお相手の方、闇指さんね。オッケー。クリボーあるんでノーシュタインド。クリボー、クリボーのところ本当クリボールがね、本当はクリボールってか、まあ、あのあれが一番いいですね。バーニングナックラーベイル、バカベイルってやつですね。だからバーニングナックラーベイルを持ってる人はベイルを入れてください。でクリボールを持ってる人はクリボールを、入れていただければいいです。あ、これワンチャンクリムゾンフォックスピートする。クリムゾンフォックスピート結構あんだよこれ。融合を引けてないときはこうして、あのちなみになんですけども、あれでもいいです、あの融合の使い手っていうスキルがあるんですけど、持ってる人はそっちでもいいですね。まあスキルなくてもなんとかなるんですけど、融合の使い手持ってる人は融合の使い手でもいいし、裏サイバー領義は裏サイバー領義してもいいですね。コズミックサイクロン、おえ、あー強引ディスティニードローですか。出たアドソンムーブ、自分の癖を自分でコズミックしてディスティニードロー圏内に持っていくという、何これ、ドラグレディか、なるほど、テナート、はい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 、知るのかな俺これ。クリームはあるからさすがに2体なんか出てこないと多分知らないと思うけどな。グランニークーゾって OK、 あ OK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 、 バルーチャー OK、 バルーチャー OK、 一発だったらなんだか受けるけどねダメージ。はい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 、まあでもこういう時はね融合の使い手の方が良かったりするんですよね。さあバ、アスカロンの効果でとりあえずモンスターは除外されていく。あー真相あんのね、神の槍ね、槍あんのね、なるほど、それはもうクリボールぶん投げるしかない。よし、はい、バーッ、クリボーナイス、ドロー。これは解決したか。ムーンライトフュージョンの効果発動、クリムゾンフォックスと、これでいいな、これで対象に取ることはできねえ。さあ対象に取ることはできないが、バルーチャが倒せねえか、ワンチャンクリボールだとやばい。さあ相手のハンドが何かによる。さあクリムゾンフォックスのここでてめえの打点はゼロにさせていただくぜ。そして緑のことも発動していく、除外されているクリムゾンフォックス、よし来た、危ねえ、デッキトップ解決ゲー。さあお相手の方、ヒロユウセイ君よろしくお願いします。赤桐生の技来た、リスペクトするぞ俺は。赤き竜の技ということは、スターダストドラゴンとフォーミュラーシンクロンと、シューティングスタードラゴンを追加するというね、スキルになりましたんでね。まあ、このまだ動画見てない人よかったら見てください。
シューティングスターかっこよすぎっていう動画出したんで、シューティングスタードラゴンとかの動画出しすぎなんだよな。あの個人的に思うんですけど、やっぱ 5Ds 世代じゃないんですかね、そのデュエルリンクスやってる世代って。あんまり響かんっていう、反応神経も強い。その 5Ds やってる世代じゃ ないのかもしれない。デュエルリンクスをやってる世代って結構なんか俺の世代、まあ、30代とかもの人もいるぐらいなんで、だからもしかすると 5Ds じゃなくて GM 世代なんで、 5Ds 見たことないみたいな世代があって、で 5Ds のプラシドのなんか解説とかしても知らんみたいな。うわ強っ、ワンチャン。いやこれシューティングスター出るやん、強っ。でもね、意外とね 5Ds 好きには刺さらんみたいなことなのかもしれないね。ちなみに僕は遊戯王のアニメの中で 5Ds が一番好きです。 5Ds ってマジで熱いんですよ、物語が。なんかただのお子様カードゲームじゃないんですよ。かっこいいじゃん。光さす道となれ。シンクロ召喚。ね、かっこいいっしょ。異常せよ。スターダスト。召喚ムーブ見よ。スターダストってかっこいいんだよね。めちゃくちゃ。この召喚ムーブ作った人も天才だわ。力を貸してくれ。そしてジェスターコンフィ、うわ。フォーミュラ出てくる、強え。フォーミュラシンクロン来る。集いし願いが新たな速度の地平へ誘う。うわかっこいい。シンクロ希望の希望の力、シンクロチューナー、フォーミュラシンクロン。フォーミュラシンクロンはシンクロ召喚に成功したら1枚ドローできる。さあレベル8のスタラスドラゴンに、クリアマインド。うわ来た。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光さすミッドなれ。アクセルシンクロ、かっけえ。アクセルシンクロ見てるか、アンチノミ。これがお前が教えてくれた限界を打ち破る境地、クリアマインド。シューティングスタードラゴン来たー。シューティングスタードラゴンのモンスター効果発動。シューティングスターのモンスター効果、チューナー1枚2枚3枚、やばすぎる。バカラン、合計4回の攻撃だと、強すぎる。なんという強さ。ユース、これが君が限界を超えた時の力。サイバーダークカノンの効果発動。クリムゾンボックスを墓地の国、貴様の殿下ゼロになっていく。ちょっと待って犯罪行為してしまった。